こうしてこう周年公演をそう出演できる、あさって出演できるメンバーみんなでできるっていうのがすごく嬉しい、楽しみっていう気持ちです。本当にそう、そうなのよ、すごく嬉しい。愛が何の曲をやるかは皆さんお楽しみに。 はい、もうすごくお楽しみに。 すごくはい、すごくお楽しみに。予想して頭の中で予想して、はい、いてくださったら嬉しいなと思います。です。そう、髪型もお楽しみにって感じですね。衣装もお楽しみにって感じ。 全部お楽しみに。当たるかな、だってきっと当たる。 きっと当たる。 はい、きっと当たるから是非お楽しみに。お楽しみに。 お楽しみに、2で合ってるか。お楽しみに。で、そんな感じ。あさってだから、あさっての配信が、明日は 多分午後ですね。午前中はちょっとあれ、そうできないので、絶対に午後、夕方から夜とか、夕方か夜かどっちかぐらいに多分やると思います、明日のショールームで。水曜何時頃になるかな、今ちょっと分かんないけど、多分夜かな、水曜は。多分だけど、ちょっとほんと分かんないから、あれなんですけれど、多分夜やります。はい、なので、はい、そんな感じです、ショールーム事情は。なので、やったら見てください。結局やったらっていう感じなんですが、はい、お願いします。でもさ、みんな的にあゆは16周年の時に何の曲やりそうみたいなあります？今のところないかな。まだ予想してない方の方が多そうだけど、ちょっとコメントは読まないでおくけど、曲が来ても 曲は読まないラインの中で、ああ、みんなこれ書いこれを予想してるんだって感じにするけども、なんだろう、みんな何をやるって思ってるかな。まあね、 AKB の曲いっぱいあるから難易度高いよね。高いよーって来てる。 いっぱいあるから、まあね、そうだよね、どの曲にしようだよね、絶対。どれを予想に入れようって感じだよね、絶対。そうだよね。でも、そうだね、みんな、楽しみに待っててね。楽しみに待っててね、しか言えないけど。はい、お楽しみにって感じです。うん。そんな感じです。あ、書いてくれてる方いる。はい。 はいっていう。 はい、楽しみに。多分あの曲かなって、多分あの曲。 そう、多分あの曲やと思う。多分ね。 どんな曲だよね。はい、お楽しみに。はい、そしてそう、フレッシュコンの方のチケットも
そう、まだ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 でもないけど、まだ発売中でございますので、ぜひ皆様フレッシュコンの方もぜひぜひお待ちしております。そう、フレッシュコンの方はそうですね、フレッシュコンは平日で本当にお昼っていう、平日はもう本当にお昼本当にお昼っていう、もう本当にね、新年明けてちょっとしての平日の本当にお昼なんですけれども、そう、予定が大丈夫って方ぜひ、まあね、あ、本当に新年いっぱい新年って言っちゃう、アフレコン楽しみだよ、だって待っててね、楽しみにしててください。そう、本当に、そう、本当にお昼なのでそう、本当にお昼なので、そう、やっぱまあ新年早々だからね、お仕事だったり学校だったりとかもちろんあってお休みできないって方も絶対いると思うから、本当にそういう方はね、本当、多分本当にもう本当にしょうがないことなのであれなんですが、ぜひぜひ、そう、もう来てもう来たら、そう、もう来たら絶対楽しい、そう本当にもうね、なんて言うんですかね、もう本当に楽しいし盛り上がるし、もう楽しいしって感じで、本当にそう、もう来て本当にもう損はない、そうもう来て後悔しないと思う。あ、もう今日なんかなんだろうな、今日本当にあ、お仕事とか学校休んだのにってならないと思う、本当にならないと思うので、ぜひぜひ楽しみにしててくださいって感じです。はい、お待ちしてます、まだまだ、はいです。そう、本当にお楽しみにはい、そんな感じです。そう、フレッシュコンのお話でした。以上、フレッシュコンエピソードじゃないフレッシュコンの、そう、伝えたいことでした。はい、そんな感じ。告知ですね、だって、そうですね、告知です告知でした、はい、告知でしたね。伝説のフレコンになるよかなって、もうね、そうだよね、もう伝説にさせましょう。おおあーっていう、あーです、本当に、はい、嬉しいよ、褒めてもらえてる、嬉しい、ありがとう、褒めてくれて嬉しい。そう、お褒めのコメント嬉しい、ありがとうございます。すぐになんかコメントを見て静かになっちゃう、コメントを
自分の中で収めちゃうこと多すぎる無言の時間が時々流れちゃうなんか自分の中でもなんか読んで、あっってなっちゃう、嬉しいってコメントありがとうって気持ちになっちゃうだからなんかもう無言で読んじゃう、そう読んじゃう。またなっちゃう、そうすぐやっちゃう。無言だったらご飯聞きますかだってじゃあご飯聞こうかな、お昼ご飯。それね、久しぶりに聞く、最近聞いてなかったから。皆さん今日のお昼ご飯何食べましたか、何だろう、何を食べかな、何食べましたか、なんじゃろうな。おにぎりセット、何かの雑炊、ラーメン、醤油ラーメン、鍋焼きうどん、グラコロ、麻婆豆腐、春雨、おにぎり3つとファミチキ2つ、ソースカツ丼とうどん、をいっぱい食べてる。社食、仲良いさ、社食はもちろん食べたことないし、ああいうなんていうんですかね、学食も食べたことなくて、大の学校、まあ学食がなかったっていうのもあるんだけど、給食はあるけど、なんていうんですかね、高校とかだとさ、あの売店とかあるところもあるじゃないですか、ああいうのところなくて、そう近くに今コンビニがあったから、そうなのよ、そうコンビニとか普通にご飯屋さんがまあいっぱいあったから、そうなくて、なんか学校でご飯買ってみたかった学校でご飯買ってみたかったっていう。カップ麺とおにぎり、今日も朝作ったお弁当、お弁当って美味しいよね。フレコンからお昼、ああ違う、これお昼ご飯の話じゃなかった。エビフライ焼き飯、焼き飯、バターロールとアンパン、カレーうどんとハンライス、うん、ハンはライスかな、ラオスラオスってライスだよね、カモナンバンつけそば、ああいうカモナンとかカモナンチャラうどんみたいな、カモシリーズ食べたことない、なんか美味しそうで止まってる。カモって美味しいですか、カモって、カモってどんななんだろう、カモってどんななんだろう、そうよくあるじゃないですか、カモシリーズ、カモシリーズカモシリーズあるじゃないですか、カモシリーズ気になる。え、大学とか行くとそこの学生じゃなくても学食食べれるよ、だって。なんかさ、それ聞いたことあるけどさ、実際勇気いるよね、入るのに。あやはまだなんか大学生のそう年だから、あの余裕ではないけど、余裕で行けるけど、でもなんかあやはあの顔がさ、そう若く、今まで若く見られがちだったから、なんか子供が入ってきたぞって思われてもあれじゃないですか、だからそう入ったこともない、なんかそう聞いたことあるけど行ったことない、それに、そう小さい頃とかも。そうえ、みんなカモシリーズ美味しいって書いてる。何？カモってどんななんだろう。でもああいうお肉だと、あのもう本当に牛が好きなんですよ、一番。あの牛豚鶏いらっしゃるじゃないですか。ああいうは牛派なんですよ。皆さん誰派ですか？誰派あのどの子派ですかね。
あゆも圧倒的牛。あゆ本当自分でなんかその3つがあったらもう牛しか選ばない逆にってぐらい牛しか自分は牛しか基本好きじゃない。もう牛牛牛って感じ。豚さん、ラム肉、鶏肉、唐揚げ大好きだって。唐揚げわかる、唐揚げ美味しい。あの鶏の皮が苦手で、そう皮、あの皮ついてなきゃ全然だから好きだから、お家のそうママは皮つけないでやってくれるから。あ、牛かな。ガパオライス大好きなん、あ、大好きじゃなかった、好きなんでだった勝手に大好きにさせちゃった。ガパオガパオライス好きなんで鶏ですだって。ガパオ愛もね、あの時初めて食べて美味しさを知った。そう半年前ぐらいに初めて食べて、美味しいと思って。美味しいよねガパオ。ちなみにタコライスも好き、似てる系統で言うと。とんかつ美味しい。あ、じゃあ豚派ですね。豚が好きだって。鶏かラム、鶏肉、牛しか勝たん。お、牛は一緒だ。でもよかった、牛の方もいて。でもさ、でもなんかああいうあのなんて言うんですかね、合いびき肉みたいなやつだったら、合いびき、ひき肉、ひき肉系なら別にどの子でもまあそんな言うほど変わんないからそれなら全然いいんだけど、なんて言うんですかね、ちゃんとこうボーンってあるやつボーンってあるやつはそう、そうなのよ。ボーンってあるやつは牛派って感じで。まゆ、そうガパオも好きで、ああ食べたいなってなるけど、あれタコライスも結構食べたくて、こないだね、何で見つけたんだ、あれだ、そうローソンで見つけて、食べたいと思って、でももうその日はお昼食べちゃってたからそう買わなかったんだけど、そう本当にいいよね、いいよねなんか本当になんかひき肉系好きかもしれない。そうキーマカレーとかもひき肉じゃないですか、美味しい。あとはあれ食べてみたい、ケバブ。ケバブって誰なんだろう。なんかさ豚とか鶏とか牛とかなんかみんな様々らしいじゃないですか。なんかこれっていうのも決まってないじゃないですからしいから、らしくってあゆもよくわかんないんだけど、ケバブ食べてみたい。そうしーちゃんがよくYouTube で食べてたじゃないですか、あれ見てずっと気になってるんですよ、あゆケバブが。そうケバブってどんななんですかね。握手会場にケバブ屋さんが来てた。あ、そうあったけど、あの時食べたことなくて、そうそうメンバーの方にも多分そうあって、でもその時多分違うの食べて食べなかったんですよ、それをケバブを。だから結局ケバブの正体が知れてなくて、そうケバブってね、どうなんだろう。
そう、ちょっといつの日か食べたいと思います、本当に。いつか食べます そう、いつの日か。そう、気になってるから絶対食べそう。デリバリーしてみたらってきてる。なんかさ、デリバリーいいんだけどさ、でもさ、デリバリーってさ、冷めちゃうじゃないですか。言う、そう、あのね、そうなんですよね。なんかどうせならあったかいのを食べたいって思っちゃうんですよ。そう、自分で買うなら、そう、自分で買うならあったかいものを食べたいって思っちゃうから。そうなのよ。そう、自分で買いに行っちゃいそう。それならデリバリーより、そう、楽だけどね。デリバリーの方が来るからお家に来るから楽なんだけども、そう。でも、まあ、全然冷たくても、全然冷たいっていうか、まあ、冷めてても全然食べれるタイプの人間なんですけど、まあ、高いか冷たいか選べたら高い方がいいよねいいよねっていう、はい、そんな感じです。あ、でも皆さん、お昼ご飯教えてくださってありがとうございます。そして、あの、牛豚鶏のアンケートもありがとうございます。ありがとう。あゆちゃんは猫舌って来てる。あゆね、猫舌ですね。はい、だからあゆ、カフェのドリンク、ホットドリンクがもういつももうもう本当にやけどしまくってるしまなんかさ、そう、ぬるめできる場所もあるけど、あ、言い忘れちゃうんですよ。そう、何々でみたいな感じで頼んじゃうから、結局言い忘れて、いつももう激アツで、あ、もうなんかもう本当に2、30分飲めない状態が続く。冷めるまでそう、本当に喉が渇いてない限りは、そう、冷めるまで待つので、そういう時はもう2、30分飲め、コンビニのさ、ホットの飲み物、温かさじゃないですか、やけどしないぐらいの、あー、あったかい、なんかの結構な暑さで、コンビニにこんな暑、これからはコンビニのも気をつけようって思った。そう、すごくびっくりした。でも、そのなんか、まあなんかさ、その、まあ周りがそう、あったかくかなって、コンビニでそんなね、もう激アツなんてないじゃないですか、そこまで。そう、油断したらちょっと暑すぎたってぐらいの猫舌、本当に。そう、そんな感じ。コメントで笑っちゃったコメントで笑っちゃった僕はフーフーしてあげますって、大丈夫です、ありがとう。でもあゆね、あゆね、そう、本当にあゆね、これで、これ自分でも直さないとなって思ってることなんですけど、
あれ、あれなんですよね、あの鍋とかを同じ箸っていうのかな、その口をつけた箸でつつくのが苦手なタイプなんですよ。え、そうだからね、そうなんです、大丈夫です、ごめんなさい大丈夫ですって言っちゃうごめんね、ありがとう。でもそう、苦手なタイプなんですよ。でも比較的何でもそうかも、ペットボトルとかも飲み回し苦手のタイプだし、そうそうなんですよね。そうだから、そうなのよ、そうなんですよ、そうなの、ごめんね、ありがとう気持ちだけいただきます。あ、でも分かるって方もいる。でもこれはでもね、最近はねだいぶ大丈夫になってきた、昔ほどではないって感じ。そう、昔が特に苦手で、そう家族でもちょっと、あだった、そう家族でもだったぐらいだったから、そうなのよね。でも今は全然落ち着いたって感じ。でもさ、まあ今こういうご時世だから大事よね。そう、大事大事、距離感大事程よい距離感大事そうだから今のこういうご時世だからこそ、そうちょっと助かってるって部分もあるよねっていう、はい。でも本当お気持ちは嬉しいです、ありがとう、はい、ありがとうございます。そんな感じですそんな感じですって、はい、パチパチじゃないけど拍手しちゃったすごい拍手、そう大丈夫だねってきてる、そうそうなの、全然あれば全然してたら全然大丈夫だから、あゆは基本的に最初に分けちゃう派のタイプでございます、はい、そうなんかあゆ本当にそうなの、あゆ意外とこうね大丈夫ですとか言っちゃうタイプなのに、そう言っちゃうけど、みんななんか優しいからそれに対してなんかね怒らないから、すごく本当にありがたいです、それが。そう、怒らないで言ってくれるのが、そうなんで大丈夫なんて言うんだって怒らないから、みんなが本当にそう嬉しい気持ちです、ありがとうございます。はい、そんな感じでランキング発表をしたいと思います。13位ランランのランさん、ありがとうございます。12位プラハタンさん、ありがとうございます。11位ヒロさん、ありがとうございます。10位オーさん、ありがとうございます。9位ヒデさん、ありがとうございます。8位わがままジュリエットさん、ありがとうございます。7位ひびきちゃん、ありがとうございます。6位ショータさん、ありがとうございます。5位コラコラさん、ありがとうございます。4位あやのさん、ありがとうございます。3位カモンさん、ありがとうございます。2位ナミーさん、ありがとうございます。1位翼おしいさん、ありがとうございます。すごい急遽終わりさせちゃったはい、でも本当に今日も見てくださってありがとうございました、ありがとうございます。また明日もぜひ見てください、ありがとうございました、バイバイ、またね。